64種類の全術式と極の版、現在クライマックスを迎えている呪術廻戦。そんな呪術廻戦に注目したいのは64種類の全術式と極の版。呪術廻戦には数え切れないほどバリエーションに富んだ術式が登場していますが、今回はその効果の詳細やオマージュ元、術式にまつわる関東秘話など、現状登場している全ての術式について余すことなく解説考察したいと思います。ということで今回は呪術廻戦に登場する64種類の全術式と極の版について徹底考察したいと思います。なお呪術廻戦第250話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。呪術廻戦というバトル漫画において最も重要な設定、術式。術式とは人間が持つ負の感情から生まれる呪力を使って発動させる技の総称を指します。原則として術師には一人一つの術式が生まれながらに刻まれており、これを聖徳術式と呼びます。簡単な式神とか結界は別として、基本的に術式は生まれながらに体に刻まれているものだ。だから術師の実力は才能がほぼ8割って感じなんだよね。また聖徳術式によって刻まれた術式以外の行使は原則として不可能なことや、術式がそもそも刻まれていない術師も中にはいることからも、第12話で五条悟は術師の実力は術式に8割は依存すると明言。また術式は脳のおおよそ前頭前野の位置に刻まれていると第230話で宿儺が語っており、実際に聖徳術式が刻まれていても脳の構造が術師ではない人間は術式は使えないという設定も描かれています。負の感情を元に生み出される呪力は負のエネルギーとされていますが、負のエネルギーと負のエネルギーを掛け合わせることで正のエネルギーを生み出すことが可能。この正のエネルギーを使うことで可能になる治療がですね、反転術式です。ただしこの反転術式は非常に緻密な呪力操作が必要となるので、呪術廻戦の中でも宿儺、賢者、浦梅、家入、五条、乙骨、はかり、火車、虎杖の9名のみが使用可能。そしてこの反転術式の源となる正のエネルギーをですね、聖徳術式に流し込むことで繰り出せるのが術式反転です。原作で描かれたものとしては五条の赤、賢者のアンチグラビティシステムが存在します。また各術師が個人の聖徳術式に対する解釈を広げ繰り出すオリジナル技を拡張術式といい、作中では伏黒の聖帝知らず、七海のガラガラが明確な拡張術式として描かれています。また宿儺が五条を葬った世界を断つ斬撃も、切る対象を個人から空間へと術式の解釈を広げているので拡張術式のはずです。またそれぞれの術式はその効果や発動条件などの術式に関する情報を開示することで威力や呪力の底上げをすることも可能。さらに術式のですね、開示による縛りがこれまでの一般的な術式の強化方法でしたが、最終章に入って樹脂の詠唱や勝因を省かずにすることでも術式の出力が上げられるということが明らかになりました。極の版というものを知っているかい？領域を除いたそれぞれの術式の奥義のようなものだ。第134話、賢者によって語られた極の版。極の版はまさに術式の奥義と言われるにふさわしい力で、渋谷事変の際に描かれた上古の極の版院は渋谷一面を一瞬にして焼け野原にしました。そんなですね、極の版が描かれている術式は現在ですね、上古の院、エソーの使用、下等と賢者の渦巻きの3つです。使い手は史上最強の術師両面宿儺。水車を大きく斬撃を飛ばす術式カイと8に分けられます。カイは通常の斬撃、8は呪力差強度差に応じて対象一撃で下ろすということが第119話で説明されています。115話で上古が宿儺の術式は切断や斬撃ではなかったのかと考えていたほか、生前の宿儺が知っているよろずが私を切ってと言っていたように、宿儺の術式として呪術界で一般的に認知されているのはこのカイと8。宿儺の聖徳術式である水師の技の一つカイにも樹脂が存在し、流輪、反発、つがいの流星、この3つの言葉が腹の口から発せられています。五条悟の術式紫の樹脂にも無加減呪術との結びつきがある言葉が含まれていたので、それぞれの樹脂の意味について見ていきたいと思います。まず流輪は通常の竜の鱗という意味の他にも天使、英雄の意向という意味合いが込められていて、どことなく宿儺のモデルである歴史上の鬼神両面宿儺が飛騨の英雄であるという伝説にかかっている気がします。また両面宿儺の伝説では毒竜を退治した伝説もあるので、この毒竜の鱗を術式に落とし込んでいるなら斬撃術式には毒のような効果も含まれている可能性もあります。反発については一般的な言葉なのでそこまで意味は見出せませんでしたが、宿儺の1000年前の異名である打点は天に対して歯向かう存在なので、そのあたりの宿儺のあり方が反映されているのかもしれません。そしてつがいの流星は2つのものが組み合わさって1つになること、転じて夫婦の意味を持つつがいという言葉があるため、前回第237話で宿儺
クナが言っていたイミコが呪われた双子の意味を持つことや、今回明かされたスクナの肉体が2人分の機能を備えていることも合わせると双子の意味を持つのではないかと思います。後半の流星はもちろん流れ星のことでしょうが、流星と同一視される現象に彗星があり、これは古くから強調とされています。望遠鏡が発明される以前、彗星は夜空の何もないところから突然現れ、ゆっくりと消えていくように観測されました。そのため日食などと同様に、君主の死や国の滅亡、災害、疫病といった出来事を予告する強調と信じられ、果ては地球の住人に対する天からの攻撃であると解釈されることすらあり、人々はその出現を恐れたと言われています。スクナ自身がイミコではあったと言っていたことから考えると、スクナは強調に何かしら縁深い存在なのかもしれません。また打点という異名は天から落ちるものという意味もあるので、平安時代の人々はひょっとするとスクナそのものを流星として認識していたのではないでしょうか。以上見てきた通り、流輪、反発、つがいの流星、この3つの樹脂は斬撃術式の技である貝というよりもスクナという存在そのものと関連付けられた栄称と考えられ、貝がスクナの聖徳術式の一部であることを補強していると言えます。使い手は水氏と同じく両面スクナ。それは炎か。第115話でジョーゴは困惑を示したように、これまでスクナに秘められていた2つ目の術式ボックス風化、先ほども触れたように枕にとどめを刺した時にも使われていたことから、斬撃の術式とは全く違ったものということがわかります。原則として聖徳術式は1人につき1つということを踏まえると、ジョーゴがスクナの術式で炎が現れたことに驚愕していたことにも納得いきます。そして原則を無視して2つ目の術式をスクナが持っていたこともそうですが、未だにこのボックス風化の術式については不明な部分が多い。渋谷事変でジョーゴと戦った時には炎を弓矢のように打ち出すことでジョーゴを倒していましたが、単純に炎の術式ではなく、まだ何か隠されているのではないか、複数の術式が使えるのではないか、そうした疑問がまだ残されています。スクナが風化と唱えた後に、スクナの術式である斬撃からジョーゴを超える火力の炎を操れる術式に変化していましたよね。この現象についてヒントとなるのが芥見先生の読み切り作品であるナンバー9です。ナンバー9の主人公である九十九正は、スクナが唱えた風化と全く同じセリフで能力を行使する場面があるんです。九十九正はまずジャックアウトという言葉とともに9つの箱を出現させ、さらに風化という言葉とともに9つの箱から剣や弓など様々な武器を出現させて攻撃することができる能力を持ってるんです。そしてこのスクナのボックスという文字から黒い箱、つまり黒いボックスと捉えることができますよね。そしてこの黒いボックスはナンバー9でいう九十九正のジャックアウトの能力を連想させるんです。そして風化という言葉が同じ芥見先生のナンバー9と呪術廻戦に登場していることから、能力の仕組みについてもセルフオマージュしている可能性は十分あるんです。そう考えるとスクナはこのボックスに何かしらの術式を保管し、風化という言葉を使い術式を取り出していると推察することができるんです。他にも詳しくはこちらの動画で考察しますが、現状その秘密にたどり着くには様々な手がかりがあります。ボックス画の術式の能力をまとめると、料理に関する術式、他者の術式を奪う術式、ナンバーナインのボックス画のセルフオマージュ、他者の術式を借りる術式、自国関連の術式、水氏本来の術式、以上6つの可能性が高いと思われます。また術式は原則1人1つであり、複数の術式を持つことは脳に多大なるダメージがかかることが第205話でつくもによって説明されています。また現代最強の術師五条が使う無加減術に関しては、1つであれ運用するのに脳に大きな負担がかかり、緻密な呪力操作を要する術式とされています。よって水氏とボックス画を瞬時に切り替えるという術式の運用も脳への相当な負担がかかるはず。ではスクナはなぜそもそも術式を複数持ち、ボックス画を運用できているのか。結論から言うと、スクナの脳の特異性にあると考察します。先ほど水氏のパートでも見ましたが、スクナは意味ごとされており、呪術廻戦において意味ごといえば双子、実際にスクナの本来の姿は人間2人分の顔と腕、口がある異形とされています。そう、スクナには脳が2つある、もしくは1つの脳でも2つ分の容量を持ち合わせ、複数の術式を運用することができているのではないでしょうか。使い手は伏黒恵と慶長の時代の全員家の当主2名。徳佐の影棒術は自らの影を媒介にする術式で、手によってそれぞれの式読みを模した影絵を作り、そこから10種類の式読みを顕現させるのが基本の術式効果です。また他の術師や呪霊によって完全に破壊された式読みは二度と顕現させることは不可能。しかし破壊された式読みが持つ術式効果は他の式読みに引き継ぐことも可能。また玉剣は最初から刺激可能ですが、各種式読みを刺激するためには一人で長伏の儀によって式読みと戦い勝利を収める必要があります。召喚する式読みは術式の名
名前の通り全10種類。犬の姿をした式神魚、剣白と黒およびコン。仮面をつけた巨大な鳥の式神ヌエ。巨大な蛇の式神オロチ。巨大なカエルの式神ガーマ。巨像の式神バンショウ。ウサギの軍隊からなる式神ダット。異形の鹿の式神マドカ。牛の式神カンギュー。詳細不明のまま破壊された式神コゾウ。そして規格外の式神ヤツカの剣異界新章マコラです。そしてこの徳佐の鍵棒術のモデルになっていると思われるのは、古書仙台九条本に登場する10種類の宝物、徳佐の勘だからです。というのも、徳佐の鍵棒術の式神には、それぞれの紋章が刻まれていますが、それと同じ紋章が10種類の徳佐の勘だからの宝にも与えられています。具体的には、玉剣白と黒には、地下へしの玉と樽玉の紋章が、ガマには、オキツカガミの紋章、ヌエとオロチには、イクタマ、バンショウには、ヘツカガミ、ダットには、クサグサのモノのヒレ、マコラには、ヤツカの剣とヘビのヒレ、マドカには、マカルカヘシの玉、カンギュウには、ハチのヒレ、が刻まれています。そして10種類目の古装の外観は未だ明らかになっていないため、どの文様が刻まれているかは不明。そんな徳佐の鍵棒術を扱うのは現時点では伏黒のみとなっていますが、肝心の伏黒は未だ復活を見せないまま。では今後徳佐の鍵棒術が活躍するとしたら、それはどんな活躍となるのか。結論から言うと、宿儺が新宿決戦前に重複した式神の力をそのまま使い戦うのではないかと考察します。そう考えられる根拠は、宿儺受肉後の徳佐の鍵棒術の使用シーン。宿儺は死滅回遊の最中に虎取から伏黒へと肉体を移し替えていますが、伏黒へ受肉直後に伏黒が重複していた式神の一種ヌエを権限させていました。つまり徳佐の影棒術の式神の重複状況は魂に依存するのではなく肉体に依存する。よって宿儺が伏黒の肉体を使って重複したと考えられる勘牛マドカコソそしてマコラを伏黒は使える状態であると考えられます。とはいえ徳佐の影棒術の式神は宿儺と五条によっていくつか破壊されていると考えられ、式神の状態が引き継がれているのであれば、むしろ伏黒はすでにいくつかの式神を失っていることになります。そこで伏黒は失った式神の能力を他の式神に受け継がせつつ、看護獣アギトのような多くの式神を拡張術式で合わせた新たな式神を使い戦うのではないかと考察します。使い手は五条悟、収束する無限級数を現実にする術式無加減呪術。五条悟の周りにはですね、術式によって現実化させた無限があり、打撃や呪力による攻撃はもちろん、返り血や瓦礫なども五条に近づくほど無限に遅くなっていき、五条との距離は決してゼロにならず、透明の壁に遮られているかのように届かなくなる能力です。また術式の応用で長距離を瞬間移動したり、自分の攻撃を目にも止まらない速度に加速することもできます。使いこなすためには微細なコントロールと緻密な計算が必要であり、常時発動しようものなら脳が負荷に耐えきれず焼き切れてしまう。しかし五条は反転術式も同時に発動し続けることで脳を絶えず修復し、他の術師にも不可能な術式の常時発動を可能としています。苦行変更カラスと照明勝利の狭間。ちなみに今回五条悟が唱えた挙式紫の樹脂ですが、まずは苦行はですね、辞書などで意味が見当たりません。しかし平安時代にはですね、鬼退治で有名な渡辺綱という武将がいたり、また呪術改正においてもまだ新陰流の始祖足浅綱の存在が分かっていたりするので、綱はですね、術師側がよく使う由緒ある言葉なのかもしれません。またこうと読むと、物事を取り締まる根本の決まり、常に守るべき道といった意味があるため、9つのルールといった意味合いにも取れます。さらに9という数字は日本語では苦と当て字される縁起悪い数字とされる一方で、一桁の数字の最大のものであり、究極を極めて完結完成を意味する数字でもあります。その意味ではですね、狭間そのものを意味する数字だと言えます。次に変更ですが、電波及び磁場の振動方向が規則的な光のことで、自然光と違い特定の一方向へ軸を持つ波を変化した光。変更という言葉も1809年にフランスの物理学者エティエンヌ・ルイ・マリウスがつけたものだそうなので、近代物理学の用語と言って良さそうです。次にカラスと照明ですが、カラスは省略するとして、照明とは日本ではですね、一般的に仏教の僧侶がですね、読む仏典に節をつけた仏教音楽全般を指し、そもそもですね、引用五行説に基づいたもののようなので、仏教がモチーフとなっている本作の術と神話性の高い音楽であると言います。最後にですね、表裏の狭間ですが、こちらは挙式紫そのものを指していると思われます。そもそも紫とはですね、術式順天青と術式反転赤を掛け合わせることで初めて繰り出せる複合術式のため、まさに表と裏の狭間と言えます。以上が見てきたように、五条悟が唱えた樹脂には挙式紫、そして五条を遠曲的に表しているとも取れると思います。
虚構と変更とは古くから存在する由緒正しい五条家でありながら、現代に適応した五条家のあり方を、カラスと照明はですね、声がカラスの鳴き声にも音楽にも聞こえる、つまり五条悟、ひいては人間自体の矛盾に満ちた生き方を、そして表裏の狭間は五条悟の奥義、挙式紫を象徴している、このようにも捉えられます。もちろんこれは一つの解釈であり、想像なんですが、これらの言葉を唱えることで、より無加減呪術を五条悟という現代の人間に近づけて馴染ませる、といった意味合いを持たせているのかもしれません。磯黄昏知恵の瞳術式順天青。まだ順天の青で唱えていた樹脂ですが、磯黄とは繰り返される現象の一周期のうち、ある特定の局面のことで、波動などの周期的な現象において一つの周期中の一致を示すですね、無字原料とされています。これはまさに五条の術式、無加減呪術を象徴するような言葉です。さらに黄昏は仏教においてあの世とこの世が交わる時を意味しているとされていますが、仏教ではあの世をですね、気づきの世界ともしています。よって黄昏とはこの世に対して理解を深める瞬間ともされており、まさにですね、難解な無加減を表す言葉と言えます。また知恵の瞳の知恵はですね、仏教では一切の現象や現象の背後にある道理を見極める真作用を意味する用語で、これはまさに全てを見透かす陸眼を指し示す言葉です。さらに術式反転赤では磯黄原光光の柱と唱えており、磯黄は先ほどと同じ意味だとし、光の柱はそのまま光の柱を表していると言えます。また原光は迷いの世界である志願から悟りの悲願に到達することとされており、覚醒し術式反転をマスター、最強となった五条を指し示していると思います。無加減のそれぞれの樹脂はどれも五条の存在や特異性を表しているものなんです。使い手は現在描かれている中ではカモノルトシと長僧の2名。基本的な術式効果は呪力を込めた自身の血液や血液の付着した物質を操作するというものです。ただその応用方法は血を操るというもののみではなく、自身の血の流れをコントロールし身体能力を底上げする赤輪躍動や、血液を固く凝固させ自身の身を守ったり、弾丸のように相手に向かって飛ばしたりするということも可能で、まさに近中遠距離の全てに対応できる術式です。そして赤血槍術の中でも最大火力なのは鮮血と呼ばれる技で、白蓮という技によって拳の中で血液に強大な圧を加え、限界まで圧縮した血液の玉を作成、一気に放出するという技です。またここまでですね、赤血槍術の使い手としてカモと長僧の2名であるとして動画を進めてきましたが、俺は先輩にいろいろと教えてもらえて助かってるよ、長僧は教えるの下手だから。第244話で虎杖とカモのやり取り、そして長僧の反応から、虎杖が長僧とカモから何かを教わっていたことがほのめかされていることからも、虎杖が3人目の赤血槍術使いとして最終決戦で描かれる可能性があります。251話でも宿儺に血を炸裂させたような描写があったので、この説はかなり濃厚に。また248話では虎杖が反転術式を習得していることが明かされましたが、となってくると今まで描かれることがなかった赤血槍術の術式反転や獄の番などが描かれることにも期待できますよね。では赤血槍術の術式反転とは一体どんなものか、ズバリ相手の血液を操る能力になるのではないかと考察します。というのもこれまで描かれている術式反転の事例を見ていくと、無加減呪術の順天青は収束する効果がある反面ですね、術式反転の赤では発散するという全くの逆の効果が与えられていますし、虎杖香織の術式アンチグラビティシステムの順天では物質や物体に加わる重力を無効にしたりする一方、反転術式では重力を生み出しています。このように基本的には反転術式は順天の効果の全く逆になることが多い。自身の血液を操る赤血槍術の術式反転はその逆の相手の血液を操るというものではないかと考察します。いずれにせよ虎杖が赤血槍術をマスターしている可能性と大幅な進化がほのめかされた今、虎杖によって赤血槍術の新たな技が描かれる可能性は非常に高いと考察します。使い手は下等すぐる。また従えている呪霊が術式を持っていれば、実質下等が扱える術式は術式を持つ呪霊の数だけ存在するということになり、特級にふさわしい実力とも言えます。また呪霊槍術では各術式の奥義ともいえる極の番が描かれており、その効果は呪霊槍術で取り込んだ呪霊を一つのエネルギー体のようにしてまとめ、超高密度の呪力を相手に放つというもの。また渦巻きに関しては呪力の放出以外にも副次的効果があり、その効果が術式の抽出、これは準1級以上の呪霊を渦巻きに使用した際に起こるとされており、下等の体を奪った賢者が実際に特級呪霊の真人を取り込み渦巻きに使用、結果真人の術式無意天変を渋谷事変の最後で使用していました。しかしですね、ボックス画のパートでも見た通り、術式を複数所持し扱うというのは脳にかなり負担がかかるとされ、渦巻きで抽出した術式は1回きりのものではないかとも考えられます。そんな呪霊槍術の中で注目したいのが、最終決戦にて賢者が刺激した呪霊悪老王大竹。この悪老王大竹はその名前から伝説上の鬼である悪老王と大竹丸を
モチーフにしています。そして大竹丸は三重県や滋賀県に伝わる伝承とされており、賢者が最終決戦を前に日本中に赴いて強力な呪霊を調伏させていたことが伺えます。また呪霊操術の使い手である賢者は現在乙骨の手によって殺され、その乙骨も遅れてではあるものの新宿に戻ってきています。よって賢者の所持していたゲートの呪霊操術は普通に考えたら消滅しているはずですが、問題なのは宿儺に託した天元を球体状にしたものの正体です。もしかするとこの天元だったものに条件付きで扱える呪霊操術も付随しており、宿儺により土壇場で呪霊操術を使われてしまうという可能性も残されているといえます。使い手は日倉間博美。日倉間の術式は必殺の効果をなくした領域展開がデフォルトで組み込まれているものとなっています。日倉間の領域展開注意深く指示は刑事裁判を行い、その判決によって相手にペナルティを課すというもの。領域内では言葉の暴力を除いて一切の暴力行為が禁止。単純な強さの面で並ぶ者のいない最強となった完全体宿儺にとっておそらく弱点となるルール強制型の効果となり、非常に相性がいい領域展開です。そしてその領域展開の裁判に巻き込んだ相手を有罪にした場合、与えられる刑罰はコンフィスケーションとデスペナルティの2つ。有罪から没収まではまずいけるんだろう。それだけでありがたい。そしてハカリの発言から見て、ヒグルマの裁判の量刑はおそらく無罪、有罪、コンフィスケーション、デスペナルティのこの3段階のみ。つまりジャッジマンが有罪と判断した時点で確実にコンフィスケーションが発動し、あわよくばデスペナルティまで持っていきます。ただヒグルマがイタドリとの戦いで術式開示をしていた時にコンフィスケーションがあくまで不可計と言っていたので、裁判の仕組みにはまだ隠れている要素があるのかもしれません。また人外魔境新宿決戦では日車に宿儺に対する死刑判決によって日車は処刑人の剣を顕現させることに成功。処刑人の剣を使い伏黒を救出しようとするんですが、宿儺の実力の前に日車は処刑人の剣をですねかすらせることもできず致命傷を負されました。そして247話なんと処刑人の剣が虎杖の手に。しかし第248話では虎杖の手にあった処刑人の剣が宿儺に当たる前に崩壊。これは虎杖の一撃が当たるよりも早く日車の命が尽きた結果だと思われます。ここまでは処刑人の剣が呪具化したのではないかとも考えられていましたが、日車の精神に紐づいて権限したのであれば、虎杖が出したように見える小さな処刑人の剣は実は日車が最後の呪力を振り絞って出したものである可能性が考えられ、日車の術式によって権限させられた処刑人の剣はデフォルトの効果として日車以外でも使用可能であったと推測することができます。使い手は計り禁止。扱う術式には火車と同様に必殺効果が付与されていない領域展開がデフォルトで組み込まれています。そんな計りの領域は座殺バクト。座殺バクトとは簡単に説明すると、術界線内に登場するパチンコ台 CR 施設純愛列車239分の1バージョンの世界観を領域内に具現化させ、計りがパチンコをスタート。パチンコにある演出によって攻撃をしたり、当たり目によって計りにバフがかかるというものです。また座殺バクトに付与されている必中効果は、術式と領域のルールが必ず相手に開示されるというものなんですが、領域内のルールとは当たり目の確率や当たり目後にはどのような効果が得られるかなど、基本的にはパチンコのルールとなっているので、作中の術師シャルルからはゴミのような情報と揶揄されています。そんなハカリのパチンコのルールの中で最も重要なのが、大当たりの確率が約239分の1、各辺突入後は約 75% というもの。大当たりとはですね、文字通り最もいい当たりのことで、この大当たりを引くとボーナスとして4分11秒間のラウンドが開始。この4分11秒間では無制限にハカリに呪力が溢れ続けます。結果肉体が壊れぬよう無限に溢れる呪力が自動でですね反転術式を発動するため、大当たり直後の4分11秒間では実質不死身となることが可能。またラウンド中に領域展開によって焼き切れた術式と呪力は回復しきるので、大当たりを引けば何度でも領域展開は可能です。そしてですね、核変突入率は約 75% も重要なルールとして挙げましたが、核変とは大当たりになる確率が上昇している状態のことを指し示し、その状態になれる可能性が 75% なんです。破壊の強さは破壊の運に大きく依存するとされ、故に乗っている時、つまり大当たりが出まくる運のいい時は乙骨よりも強いとされています。そして現在ハカリはですね、宿儺の側近的な人物ウラウメと退場していますが、その戦いで座殺バクトのアップデートが期待できます。というのもハカリの座殺バクトは実際にあるパチンコ台のルールを忠実に再現しているものであり、そこには未だ使われていないものも多く存在。特に大当たりへの演出が2つあり、当たった場合のバックが大きいですね。一種二種混合機を座殺バクトのルールとして導入した場合には、大当たりとなる確率は減るというですね、縛りのもとボーナスラウンドの期間が伸びたりするというさらなるパワーアップが期待できます。
使い手は宿儺の側近であるウラウメ。ピコリ呪法という氷を操る術式を得意とし、その精度はかなりのもので、一級術師の草壁や特級相当の調査を一刀も簡単に行動不能に。そして現在分かっている限りで、ピコリ呪法には下投げと直爆の2つの技があることが明らかになっています。ちなみに第215話ではウラウメは下投げの最大出力を披露し、その威力は修羅当時と同じレベルの最強の肉体を手に入れたマキですらも一時的に身動きを取れなくするほどのもの。またウラウメは反転術式の使用も可能。そのレベルはただの傷を癒す程度ではなく、肉体そのものを再生させられるもので、一級術師の草壁敦也もジュースのスケールが段違いと言っています。また現在新宿にて破壊と対峙しているウラウメは、破壊のことを人間とは思わず全力で戦うという宣言をしています。よってここからウラウメはまだ見せていない光呪法の大技を見せるのではないかと考察します。というのも、先ほども見せた通り、破壊が大当たりになれば自動で反転術式を回せるので、回復が追いつかないほどの一撃で殺すしかありません。よって必然的にウラウメは破壊を一撃で殺せるほどの技、もしくは領域展開で破壊の座殺爆刀を打ち破ろうとする可能性が高い。そしてウラウメが仮に領域展開ではない大技を出すとすれば、それはやはり極の番ではないでしょうか。ここまで自然現象系の術式を扱うキャラクターはジョーゴとダゴン、そして花火の3名が描かれましたが、ウラウメと最も近い術式の使用を持つのは単純に炎を扱うジョーゴ。よってウラウメの極の番もジョーゴの極の番のように、当たり一面をですね、氷の世界に変えてしまうような巨大な氷塊や霊気の塊を相手に向かって投げ飛ばすというものだと思われます。また領域展開もジョーゴの外観的知性のように、氷の世界を具現化させ、氷塊の攻撃や下投げが必中効果として付与されるものではないでしょうか。使い手は乙骨ユタ。乙骨といえば術式リカです。カタカナになっているように、リカはゼロ感で乙骨が刺激していたリカと似て非なる呪い。そしてリカの正体は成仏したリカが残した外付けの術式にして呪力の備蓄。リカが権限すると戦闘時には乙骨の支援を行い、その身体能力は虎杖をたやすく抑え込むほどのパワーを誇ります。そんなリカの権限方法はというと、リカの遺品の指輪を通してリカと接続することで、リカの完全権限、乙骨本来の術式の使用、リカからの呪力供給、この3つの能力を使うことができます。まずはリカの完全権限について説明します。非完全権限時でも虎杖を抑え込むパワーを誇っていましたが、完全権限するとさらにリカの戦闘力が跳ね上がります。また完全権限したリカはグラニテブラストのような呪力の高出力指向放出も可能で、その威力はプレイヤーナンバーワンの呪力出力を誇る石堀竜には劣るものの、それでも十分すぎるほどの火力を誇ります。次に乙骨本来の術式の使用についてです。乙骨本来の術式はコピー。リカと接続している5分間に限り、他者の術式をコピーして使用できるチート能力です。ただしゼロ感の折本リカの開示前は無条件の術式のコピーを可能としていましたが、リカの開示後にはですね、コピーには何かしらの条件がある模様。第179話ではリカがウロタカコの腕を食らう描写があり、その後乙骨がウスラビを使えていたので、条件はですね、リカが体の一部を食らうことだと思われます。乙骨くんのように外付けでもしない限り脳のメモリが8切れる。また第205話ではスコン曰く、術式の複数所持は脳に多大な負荷を強いるため、複数の術式を同時に保有するのには乙骨のように外付けしなければならないとのこと。乙骨がコピーの術式を使いこなすには理科の存在が必要不可欠だと思われます。ただしゼロ感当時はですね、コピーした術式は無制限に使えていましたが、理科開示後の現在は理科との接続自体が5分しか行えなくなったため、必然的にですね、術式自体やコピーした術式の使用も5分に限定されています。最後にリカからの呪力供給について説明します。先ほど説明したように、乙骨自身莫大な呪力を保有しているんですけども、仙台コロニーではその呪力も底が見えたように、五条悟のように呪力切れを起こさないわけではありません。しかしリカと接続することで呪力を供給してもらい、呪力切れを起こしづらくなっています。以上まとめると、リカの完全権限、乙骨本来の術式の使用、リカからの呪力供給、この3つがですね、術式リカの能力になっています。また乙骨はゲトウが起こした百鬼夜行の時にコピーした犬巻の術式呪言を仙台コロニーでも使っていたので、一度コピーした術式はストックし、いつでも使えるものではないかと考察します。陣外魔境新宿決戦前には犬巻から何かを託されている描写も確認されているので、呪言のパワーアップも期待。加えて乙骨が賢者を殺す時に東堂のブギウギに似た効果を発動。さらにですね、宿儺の指をリカが食べ、水氏をコピーしたことも判明。極めつけは領域展開心眼相愛による術式強化。領域結界内ではコピーが無制限となり、刀にランダムで込められた術式のストックを使い放題になるんです。
使い手は重装し賢者。賢者は一度乗っ取った相手に刻まれた聖徳術式を次の体にも持ち越し使用可能になっています。さらに今や下等の呪霊操術極の番渦巻によって順位級以上の呪霊からは術式を抽出することも可能。よって賢者はですね、可能性として4つ以上の術式を扱うことができる。また基本的には賢者が肉体を乗り換えると、乗り換えた後の肉体では乗り換え前の肉体に刻まれていた術式が使用できないとされていますが、賢者は下等の肉体にて虎杖香りの術式アンチグラビティシステムを使用。これはどんな原理なのか。考えられるのは縫い目を見せるという縛りにより術式を持ち越すことができる状態にしていることです。というのも賢者の場合、術式効果を底上げするといっても脳を入れ替えるのが基本的な術式効果なため、底上げされているとすれば体を乗っ取ることで副産物的に生まれる何かに対し、つまり乗っ取った相手の術式を使用できる効果に対する能力がアップがなされていると考えられます。使い手はカシモをはじめ。カシモの呪力はそもそも電気と同じ性質を持ち、自身が持つ武器から全身に自在に電撃を流すことが可能。相当な呪力量がない限り呪力による防御も不可能となっています。またカシモは呪力をですね、電荷分離することで任意的にですね、稲妻を発生させることができ、その稲妻は事実上必中の攻撃、威力もかなり高く乗っている状態のハガリですらも吹き飛ばされ大ダメージを負うほど。しかしこの稲妻には発動条件もあって、相手に数回打撃を加える必要があります。また幻獣琥珀という名前に関してですが、実はシーツに電気の発見に大きく関わった物質が琥珀と言われる石です。約2600年前にギリシャの哲学者タレスが琥珀、つまり植物の樹脂、松ヤニなどの化石で布をすると埃や羽などの軽いものを引きつけることを発見。これが世界で初めて電気について言及された記述です。よって電気気質の呪力とそれを応用した術式を扱うカシモにとって幻獣琥珀という名前はぴったりなものなんです。使い手は高場文彦。コメディアは高場が受けると確信した想像を現実に反映させる術式。かなり大雑把に言うと、賢者の死が何らかの状況で高場にとって面白いと思えるのなら、その場で賢者を殺すことができるというまさにチート級の能力です。そして高場の気持ちが乗っており、何をしても受けると思えている場合にはほぼ無敵状態と言えますが、逆に何をしても受けないと思ってしまうと術式効果は発動されなくなるため、高場のメンタリティが非常に重要となってくる術式です。そんな高場は賢者との笑いの取り合いの末、自分が憧れたステージに立ったことで敗北しますが、賢者もつくもや長宗でも倒せなかった自分をギリギリまで追い詰めた高場の術式に危機感を覚えていましたよね。では万が一あの場で乙骨が登場せず、賢者が高場の体へと移り変わりコメディアンを手に入れたらどうなっていたのか。結論から言うと、高場の死体が賢者に乗っ取られた時点で呪術廻戦の物語は終了していた可能性が高いと言えます。というのもコメディアンの術式効果は術式が面白いと思ったことが現実に反映されるというもので、賢者が天元と日本人の共生同化を進めたい理由は、その先に誕生する1億人の呪力をはらんだ呪霊の姿が見てみたい、面白いと思ったから。つまり賢者がコメディアンを手にした時点で、賢者が興味を持ち面白いと想像した事象は現実となり、いいとも簡単に1億人の呪力をはらんだ呪霊が誕生してしまうんです。使い手は犬巻トゲ。術式呪言は動くなといえば相手の動きを固めることができ、これは犬巻に送電されている術式なんですけども、強力な術式である分反動が大きく、強い言霊を扱えば隠した相手でも声が枯れ、格上相手であれば吐血する羽目になるんです。例えば本編第46話の特急呪霊花見を相手に、犬巻はですねぶっ飛べと告げると、花見は文字通りぶっ飛んだんですが、犬巻はその反動で口から血を吐きその場に倒れました。そんな犬巻は現状生存していますが、渋谷時代にて少なの福間虫に巻き込まれたことで左手をなくします。よってすでに戦闘は厳しい状態と言われているため、最終章での犬巻の呪言が描かれることは期待できません。しかし犬巻の術式をコピーしている乙骨が宿儺と戦闘を始めたので、今後も呪言が活躍する可能性が十分にありえます。使い手はメイメイ。そんなメイメイの術式は極超操術。カラスを自在に操り、視界を共有したり、その視界をモニターに映し出したりすることが可能。およそ戦闘向きではない術式なんですが、本人もそれを自覚しており、肉弾戦では巨大な旋風を使い、術式に関しても初見では5条しか防いだことがない技、バードストライクという切り札を持っています。ちなみに公式ファンブックによると、メイメイがですね、バードストライクを5条に向けて放ったのは12年前とのことで、当時戦の後に最強になった5条から直々に頼まれて放ったことが明かされています。術師にとって最も簡単に能力を底上げする方法なんだと思う？それは命をかけた縛りですよね、姉様。メイメイが一級術師となるきっかけともなったと言われているバードストライク。このバードストライクはメイメイが説明していた通り、黒鳥操術によってカラスを操り、カラスに自死を強制させる代わりに呪力制限を消し去り、呪力を底上げ、相手へと体当たりさせるというもの。つまり文字通り命をかけた縛りによる能力の底上げです。また原作の最新話周りにて進行中の陣外巻
京新宿決戦。その戦いでは宿儺によって領域の効果範囲を小さくし、威力を上げるという縛り、徳間三氏の必中命令を消すことで領域外での斬撃の威力を上げるという縛りなど、術式の威力を上げるための縛りが様々描かれています。これらは宿儺が持つ基本的な能力や領域の条件のいずれかをあえて弱くしたり外したりすることで威力を上げていくという仕組みです。つまり宿儺が行っていた縛りは宿儺の術式効果の中で足し算と引き算を行っているので命のリスクが一切存在しないものにもかかわらず、五条の領域を破壊できるほどの威力の向上が認められていました。つまりカラスといえど命を懸けるという縛りには相当な威力の向上があるというのも想像に難くないところ。実際にバードストライクを防げたのは五条のみだとも言われています。そしてさらに言うのであれば、メイメイは命を懸けた縛りを自身に課すのではなく、カラスに強制的に背負わせ威力を底上げをしていましたが、現状呪術廻戦において自ら決意し命を懸けた縛りを作った人物は存在していませんよね。そう、五条戦ですら本気を出さなかった宿儺という呪術廻戦最大の敵が本来の力を引き出せる過去の姿を取り戻した今、完全体の宿儺に応戦する際にバードストライクのような命を懸けた縛りを課す術師が光線側から登場する可能性もあるのではないでしょうか。ちなみに鹿島の術式幻獣琥珀は使用後に肉体の崩壊があるため、ある種ですね命を懸けた縛りとも言いますが、この肉体の崩壊は術式効果の結果であり、明確に鹿島が自分の命を投げ出し手に入れた術式効果ではない可能性が高いです。つまり命を自分からかけた縛りとは言い難いのではないか。また最終章に入り多くのキャラクターが渋谷事変の頃よりもパワーアップし、何かしら新しい技や応用技を見せている呪術廻戦。そんな中でメイメイの本格的な戦闘が描かれているのは渋谷事変のこの放送馬場戦が最後。よってメイメイも最終章にてバードストライクの応用技を繰り出す可能性もあります。具体的にはですね、複数のカラスの命をかけた縛りを使い同時に多くのカラスを突撃させる。というのも今回の放送ババア戦では放送ババアの領域内に連れ込めたカラスは1匹であり、メイメイは複数のカラスを一気に操ることができる。今はサポートに徹しているメイメイですが、再びメインの戦力として参戦、バードストライクの応用技を披露する可能性もあります。使い手は七海健人。頭角呪法の効果としては物体を7対3に分割、その中心点を強戦的に弱点へと変えるものです。また対象は体全体のみならず腕や足など一部の部位への細かい指定も可能。さらに呪具や呪骸などの無機物に対しても有効とされ、真人との最初の戦いでは破壊者対象にも呪力を込める拡張術式ガラガラを発動。また現在は伊野がですね術式を呪具化した七海のナタを使い術式のみ復活している状況です。ではそんな尊敬する七海の術式が刻まれたナタを武器に戦う伊野ですが、この後どのような活躍を見せるのか。ズバリ井野がですね大砲随銃と頭角呪法を合わせた拡張術式を披露すると思います。というのも現在は井野自身が持っている術式の全ての技を披露していませんが、隠されている技の麒麟は通覚を消せる反動で使用後はしばらく動けなくなるという強力な技です。よって井野の技の中でも最も強力と思われる竜に関してはさらなるリスクがある。よって井野が宿儺相手に竜を繰り出すなら一撃で決める必要がある。なぜなら仮にですね宿儺を前に動けなくなればそれはもう死亡確定だから。よってイノは持っている七海の頭角呪法が刻まれたナタに合わせ竜を宿儺に打ち込む。そうすることで頭角呪法の急所ヒットを上乗せし技の威力を増加すると考察します。使い手は釘崎野原。そんな釘崎が使う術式が数霊呪法です。数霊呪法は金槌を使って呪力を込めた釘を飛ばしながら相手の肉体の一部にですね釘を打ち込むことで相手に遠隔的にダメージを与えられる術式。また肉体の一部に釘を打ち込み攻撃する技を伴いと言い、伴いは肉体を通して魂を直接攻撃するもの。さらに打ち込んだ釘に呪力を流し込み爆発させるかんざしという技もあり、中遠距離向けの術式となっています。そんな数霊呪法を扱う釘崎ですが、現在は真人によって致命傷を負わされ現在は物語から退場している状態。しかし釘崎は現状は死にたてほやほやとしか証言されておらず、蘇生する可能性もまだ考えられます。ではそんな釘崎が蘇生するのであればどんな活躍を見せるのか。結論から言うと釘崎は伏黒をですね宿儺から救出するために再登場するのではないかと考えられます。というのも先ほどの虎杖のパートでも見た通り、今後宿儺から伏黒を救うためには魂への干渉が非常に重要になってくると思います。そして釘崎にはですね魂に干渉する術式伴侶を扱うことができる。仮に釘崎が宿儺に対し友成を決めることができれば、伏黒もしくは宿儺の魂に呪力を流し込み伏黒の魂を呼び起こせることも可能。以上よりですね今後釘崎が復活した際には伏黒の魂を取り戻すための作戦の要として登場する可能性も考えられるんです。
使い手は真人、無意天変は人や自身の魂に干渉し肉体の形状を思うがままに変形させる術式。また術式の発動には真人自身が直接手で触らなければいけませんが、逆に触られて魂の形状を変えられてしまうと即死もしくは致命傷を負うことになります。加えて真人は魂の形を変え人間を改造人間にし、刺激したり武器として使うことも可能。さらに複数の人間の魂を混ぜ合わせる多重魂という技をベースに、拒絶し合う魂を一気に放出する抜体や拒絶反応の微弱な魂同士を合成した改造人間を生み出す既婚異性体など多くの技のレパートリーも見せています。そして真人が自身の魂の核心に触れた時には変節即霊体という板取りの攻撃ですらも通らない硬さを持った形態変化を見せます。また最終章に入ってからの大きな伏線とされているのが板取り有事の腕の変化ですが、実はあの板取りの腕の変化は真人の変節即霊体の再現ではないかと考えられるんです。というのも真人は自身の魂の核心を掴んだことであの変形を解けていましたが、板取りも宿儺を宿していたことから魂の知覚はできていました。さらに真人の変節即霊体状態の腕には強固なブレードが装着されていますが、その外観は板取りの腕とどこか似通ったものとなっています。加えてこれまで呪術廻戦では宿儺が万象の力を応用し鮮血を再現したり、長宗が赤血素術を使い使用を真似するというシーンが描かれました。よって板取りは自身の魂を知覚できるという特性を生かして真人の変節即霊体をコピーしているのではないでしょうか。使い手は東堂葵。拍手によって範囲内にある一定以上の呪力を有する2つの物質の位置を入れ替えることができる力で、呪力を有していればいいので人間や呪霊だけではなく呪具や呪骸なども対象になります。また単純に自分と他人を入れ替えるだけではなく他人と他人や人と物質の位置を入れ替える応用も効き、シンプルながら厄介。さらにはですね、手を叩くという動作がトリガーとなっているんですけども、自動発動ではないので手を叩いても入れ替えないというフェイントも可能。そして何といってもブギウギの進化は他人数での戦闘や味方との連携時、戦う人数が増えれば増えるほど入れ替えの選択肢が増えて相手を惑わせる効果がより高まるんです。しかし東堂は渋谷事変で左手を失ったことで術式は死んだと自分でも明言しているので、今後の最終決戦で活躍が描かれるのか、結論から言うと東堂はもう戦闘面では活躍しないのではないかと考えます。というのも233話ではあの乙骨が高場との漫才を終了させた賢者を奇襲、そのままの勢いで賢者の首を切り落とすことに成功しましたが、乙骨が賢者に切りかかる瞬間のコマにはカーンという謎の効果音が響き、乙骨は一瞬で賢者の後ろに移動。乙骨の術式は他人の術式をコピーというものがあり、乙骨が瞬間移動を見せたのは謎の効果音が鳴り響いた後、乙骨が東堂のブギウギをコピーしている可能性もあると思います。そして仮にブギウギをコピーしていれば、乙骨はコピーの条件を満たすために東堂から東堂の体を一部もらい理科に食わせている可能性が高い。先ほども見た通り真人の無意天変によって失われた左手は戻らないと考えられ、東堂は追加で体の一部失ってしまった場合戦闘能力という面でかなりのマイナスになる。乙骨が東堂の術式をコピーしている場合には東堂が今後の戦いのメインとして登場する可能性は非常に低いですよね。使い手はジョーゴ。ジョーゴは大地から生まれた呪霊ということもあり、火山にちなんだ術式を持っています。術式の性能は火炎を放出したり、側面に小さな火口のようなものを出現させマグマを放出したりと、炎熱を自由自在に操るもの、また七海や魔紀、そして直人を一瞬にして焼き払うほどの効果力を持ち、奥義五具の番員では辺り一面を焼け野原にできるほどの威力と射程距離を誇ります。また四季読みの虫で爆撃するという応用も効く術式となっており、まさに特級呪霊と呼ぶにふさわしい術式ですよね。そんなジョーゴですが、実は賢者が真人と同様に取り込んでいた術式の抽出を行おうとしていたんです。ではなぜ賢者はジョーゴの術式を狙っていたのか。ズバリジョーゴの術式を使って地殻変動を起こしたかったのではないか。というのも先ほども言及した通り、ジョーゴは壁面に対して小さな火山を作れたり、もともと大地の呪霊ということもあり、成長次第では大地を動かせる可能性も十分に考えられます。そして地殻変動を起こせるとなると、賢者は日本を支える天元の結界を物理的に破壊できるようになり、結果として天元の結界に抑えられていた呪霊たちを解放することも可能。呪霊たちに暴れさせることで日本全土の呪力量を増やし、死滅回遊に必要な呪力量を補おうとしていたのではないでしょうか。使い手は花見。そんな花見の術式はというと、植物を操る術式。具体的には生えている樹木をですね、思い通りに操作したり、急激に成長させ人間に襲いかからせることも可能。またそれだけではなく、自分の呪力で新たに植物をゼロから生み出すことも可能な極めて強力な術式です。しかもですね、自分の呪力で作った植物の中には第47話で伏黒の傷口に植え付けた呪力を鉱物として、術式を使うほど肉体の奥深くに侵食していく呪いの種子。第49話では木を操作していると
と見せかけ、虎杖と東堂が自分を追いかけたところで足場になっていた巨大な木を消すといった風に、ただ攻撃を行うだけではなく応用の範囲も広いとですね、一筋縄では戦えない相手となっています。さらに第16話では五条から上皇をかばうために一瞬で五条と虎杖の周りに花畑を生み出すことで五条の戦意を削ぐことにも成功したように、単なる攻撃方法だけではなく人の精神にも作用を及ぼすということが考えられます。しかしこの花畑を生み出す呪術に関しては第49話で虎杖と東堂にも使っていますが、この時はですね2人とも負傷していたためか、灰になっていたためかですね、戦意を喪失することがなかったように効果はあくまで一時的で作用が及ぶかどうかにも条件があるようです。そして花見にとって最大の攻撃だと考えられるのが、普段は布に包まれた右肩にある公家を使った攻撃です。右腕で触れた植物の命を奪うことで呪力に還元して公家に呪力を貯めます。その後ソーラービームのように放つということが公式ファンブックの中で記載されていますが、作中ではこちらは残念ながら五条の介入によって不発。使い手はダゴン。ダゴンが海の呪霊ということもあり、術式としては水を自由自在に操り自分の防御としたりします。またダゴンは海の生物の刺激も可能で、実際に領域展開タウン編成ではダゴンが刺激する式神が必中効果として向けられます。また領域内での式神シルルユー軍は対象に命中した瞬間に具現化するために回避が非常に難しいものです。人外魔境新宿決戦においてカシモが同じく術式解放を使用し多くの読者を沸かせたのは記憶に新しいと思いますが、実は術回戦において術式解放という技を初めて使ったのはこのダゴンなんです。他にも術式解放の使用者としては牧の父である奥義がですね描かれています。奥義は装備の球を術式解放することで刀に炎をまとった状態にしています。よって術式解放とはオンオフのスイッチをオンにすることで出しっぱなしになる術式を解放する行為だと推測できます。海は万物の生命、その源シルルユー軍は際限なく湧き出る式神だ。そしてダゴンは術式解放により出しっぱなしになる術式を完全にコントロールしていましたが、カシモは術式解放間もなく肉体が崩壊することが説明されています。つまり術式解放とは呪力が解放され続ける点で人間にとって非常に相性が悪く、また呪いの本領である呪霊にとってはこの上なく強力な呪力の形と言えるのではないでしょうか。現在ジャンプ本誌で残された呪霊は賢者の呪霊操術で操っているものぐらいしか出てきませんが、こうまで術式解放に焦点が当たっているとなると間もなく術式解放を扱う新たな呪霊が誕生するのかもしれません。使い手はウイウイ。ウイウイの術式効果はですね瞬間移動のようなものであると思われますが、ウイウイはですね自身の術式の使用に対し姉の許可が必要という縛りを設けていることがファンブックにて明かされています。そして先ほどバードストライクのパートにて縛りに関して見てきた通り、術師は縛りを設けることで術式効果を底上げするのが基本です。つまりウイウイの術式効果も向上している可能性がある。というのもウイウイがメイメイと共に移動したのは国内ではなく国外でしたが、よくよく考えると瞬時に国外にまで逃れられる術式というのはかなり都合がいいもの。つまり瞬間移動の広さこそがウイウイが姉からの許可が下りた場合にのみ術式を使えるという縛りによって得た効果である可能性も考えられます。さらにウイウイの術式効果はウイウイがマーキングをした場所もしくはですね過去に行った場所への移動というものがある可能性が高いのではないでしょうか。そう言える根拠がウイウイの好物です。ウイウイの好物は公式ファンブックにてピサンゴレンという食べ物であるということが明かされていますが、これはインドネシアやマレーシアで食べられる定番のお菓子です。つまりウイウイは渋谷地震にて移動を見せたマレーシアに過去に行っていた可能性が高いといえ、術式効果が過去に行った場所もしくはマーキングした場所である可能性にもつながってきます。また第239話にて高輪がウイウイの術式によって岩手県五所コロニーに移動してきたような描写がありましたが、最終決戦に備える期間として1ヶ月という期間が設けられています。よって死滅回遊のコロニーを回りマーキングすることは可能だと考えられます。また248話でその姿が描かれたウイウイは白い大きな布を持っており、よってこの布で転送させたい人物を覆うことで転送の術式が発動されると考察します。使い手は猪崎馬狼ババ。狼ババの降霊術は死んだ人の肉体と魂の情報を自分もしくは他人に降霊させる術式です。狼ババは降霊させた個人が暴走しないために下ろすのは肉体の情報のみとしていました。そして降霊のためには降霊対象の肉体の一部を取り込むこと、樹脂の栄称が必要となってきます。そして猪の降霊術は少し特殊です。猪の術式の名前ともなっている来訪随従ですが、来訪はそのままの意味で猪に降霊させる行為を意味していると考えられ、随従は中国の史実に登場する霊獣の
のことを指します。そして霊獣の中にはなんとですね、海地、霊気、麒麟、竜とまさに伊能が降霊させている霊獣と全く同じ名前の4体が存在。さらに史実で確認されている海地は一角の羊とされており、人の善悪を理解し悪人を角で突くという能力を持っています。これはまさに敵を自動で追尾して攻撃する一角を権限させる伊能の海地と非常によく似ていますよね。またシースの霊気は甲羅に水脈が刻まれているとされていますが、伊能の霊気も呪力で水をまとうというもので、まさに史実に基づいたもの。また原作ではそこまで細かく描かれなかった霊気を使った戦闘描写がアニメでは細かく表現。その使い方は打撃に応用するというよりは主に移動方法としての活用がメインで、まさに水のように滑らかな動きで孫を翻弄していました。原作では明かされていない3番の麒麟の能力は脳内麻薬を放出し痛覚を消すというものなんですが、シーツの麒麟の能力はいかなる生命をも傷つけないとされています。以上のことからもお分かりの通り、伊能が降霊させる随従の能力は限りなくシーツの霊獣に基づいた能力です。そして史実に確認される竜の能力はというと、嵐を巻き起こして敵と戦うというもの。以上よりですね、伊能の4番の竜も嵐を起こすような技だと考えることができます。現在スクナとの戦いにおいて意外な活躍を見せている伊能、今後スクナ戦に未だ登場していないですね3番麒麟や4番竜を発動させる可能性が高いと思われます。使い手はつくもゆき。そんなつくもゆきの術式はボンバイエ。ボンバイエとは自らと式神ガルダに仮想の質量を付与する術式。つくも自身に質量を付与するので、つくもゆきの打撃はつくもの肉体が持つ力をはるかに上回る威力を誇ります。その破壊力はガルダをサッカーボールのように変形させて蹴り飛ばすと、剣弱の操る特級呪霊を軽く粉砕、あらゆる障害を取り除く術式を無視。さらにパンチ一発で剣弱を吹き飛ばし、空性結界の循環定義をも崩壊させ、さらにガードに使った両腕を粉砕するほどの破壊力。また自分自身に付与する質量はあくまで仮想なので、その影響を術者本人であるつくもが受けることはなく、スピードが落ちることもありません。また仮想の質量をまとうことで、その重量を生かして相手を拘束すれば、相手は重量に潰されて身動きができなくなります。特級の光線資格条件から考えるに、つくも行きには切り札となる呪力出力の高い拡張術式もあるだろう。そして第205話で賢者がつくもには切り札と拡張術式があると睨んでいますが、それこそがブラックホールです。ボンバイで調整した質量の影響今日私自身は受けない、ある一定の密度まではな。そしてつくもはボンバイエでブラックホールを生み出すことが可能。その破壊力は作中最強で、剣弱をして世界を巻き込むほどの自爆と称されるほどで、天元の結界とつくも行きの手加減がなければ世界が滅びていたほどの破壊力だったと明かされています。技の破壊力ではお世辞抜きに間違いなく少ないや五条も上回る作中ナンバーワンだと思われます。ただし欠点として、術式の影響を自身が受けないイコールですね、実際の肉体に変化が生じないため肉体の強度自体を底上げできないので、自前の肉体強度と磁力操作のみで防御することになります。そんなつくもは特級術師ということもあり、反転術式を使うことができ、術式反転も使うことが可能なはず。しかしつくもは剣弱戦で敗北をしたので、その技の全てが描かれることはありませんでした。ではつくもの術式反転とはどんな能力か、ズバリ相手に仮想の質量を与える、もしくは質量を取り除く力だと考察します。というのも五条の術式反転は収束の逆の発散でしたし、アンチグラビティシステムの術式反転は反重力の反対の重力でした。つまりシンプルに考えるなら、仮想の質量を自身と自身のですね式神に付与する反対の効果、つまり相手に仮想の質量を与えるというものになると考察します。使い手は天使。術式を消滅させる巨大な光を照射する術式で、死滅回遊の結界を無効化して通り抜けたり、受肉体すらも器から引き剥がし消し去ることもできるという、どこまでも対呪術といったものです。また天使はこれを応用し呪具の封印を解除することも可能で、実際に獄門教から五条を助け出すのに役に立っていました。おそらくこの技の元ネタは旧約聖書のヤコブのはしごだと思われます。ヤコブのはしごとは旧約聖書の創世記28章に出てくる現象のことで、ノアの洪水後神による人類救済の出発点として選ばれた最初の預言者アブラハムの孫ヤコブがですね、兄エサウを騙したことで怒りを買い、母の故郷に逃げる途中に荒野で野宿していた時に、天使が地上と天国を上り下りしている場所に出くわします。これこそが現在に伝わるヤコブのはしごであり、ユダヤ教の人たちは今でも天から目に見える光がですね地上に降り注いでいる時に、あれはヤコブのはしごだというそうです。そして旧約聖書ではヤコブがこの現象のことを天への門と呼んでいること、さらにはヤコブのはしごを元にしている天使のヤコブのはしご
しごによって宿儺が大ダメージを受けていることから考えると、このヤコブのはしごは打点宿儺に代表される受肉したプレイヤーを天に戻す効果があり、天とはすなわち光であることから、呪いイコール闇である受肉したプレイヤーは器から引き剥がされた後に浄化されて消滅すると解釈できます。しかしこのヤコブのはしごはあくまで中にいる呪いの解除のための術式であると考えられるため、引き剥がした器の安全まで確保できるとは言えず、それで天使はですね、受肉前の状態に戻すのが無理とは断言できないが9割9分死ぬという推測のような発言をしていたのでしょう。使い手は天元、術式は文字通り不死になる術式です。ただし不老ではないので、放っておけば老化が進んで最終的には人外の存在になります。よって500年に一度星晶体という特異体質者と同化して老化をリセットする必要があるという少しリスクのついた術式なんです。また同化をせずに過ごすと天元自身が進化を進め、この世界と一体となり人間よりも呪霊に近い存在となるということも判明。そして賢者はその天元の術式の特性を生かし、日本人と天元との共生同化を図ろうとしていました。では仮に天元が1億人の呪力をはらんだ呪霊となってしまった際に、この死の術式はどのように働くのでしょうか。さらに1億人呪霊となった場合でも、天元の術式が生きていればそもそも払えない存在となってしまいますよね。よって1億人呪霊が誕生した時点でその存在は不死となり、その呪霊を払うには特殊な対処法が必要となってきます。そしてその対応策として考えられるのは、やはり天使の術式、もしくは天の逆鉾で術式を消し去るか、獄門教での封印でしょうか。いずれにせよ不死の術式がある限り、天元と日本人が同化してしまった場合、光線側にとってかなり絶望的な状況になると思われます。使い手は全員直美と全員直や。当社時報は己の視界を画角とし、1秒を24分割、24カマに対してあらかじめ動きをアニメのコマ打ちの要領でイメージ、その後作った動きを高速でトレースするというもの。言い換えれば術式発動者は1秒間に24回動けるということです。つまり極端な言い方をすると、1コマに一歩の歩みの動きをつければ1秒間に24歩進めるということになります。しかしこの24回の動きは物理法則を無視できないので、人間が作り出せる動きを設定しなければならず、人間の体の動きへの理解やコマとコマの間の動きが物理的に無理が生じないものにしないといけないというセンスが必要。逆にこのコマ打ちが見事に成功すれば、1秒間に24回動けることとなり、まるで高速で動いているかのように見せることができるというわけです。さらに術師に触れられたものがこのコマ打ちに失敗した場合には、1秒間フリーズするというリスクがあるので、フリーズさせられた相手はまるで1秒間時間が飛んだ感覚に陥る。また基本的にはですね、人の目で追える動きではない、かつコマ打ちを日頃からしている術師などいないため、触れられれば最後、動きを止められるのはほぼ確実というかなり強い術式なんです。また直哉と直人はすでに死亡しているので、今後投射時報が戦闘で描かれる可能性は低いですが、実は2人のうちどちらかが生きており、人外魔境新宿決戦に参戦していると、宿儺との戦いに大きなチャンスをもたらしていた存在になると思います。というのも投射時報の駒打ちに関しては、初見であれば宿儺でも対応が難しいことが予想され、吸収であれば宿儺の動きを一瞬止められることも可能となってくると、宿儺の動きを一瞬止めた段階で火車の初見を剣で刺すという作戦も可能で、宿儺を倒すことも可能だったのではないでしょうか。使い手は虎杖香織と賢者。アンチグラビティシステムは自身の周囲の重力を打ち消す術式と、重力を扱う非常にシンプルな術式です。その術式効果自体に大きな攻撃性はなくとも、賢者も順天での出力は心もとないと評価。また原作ではアンチグラビティシステムを実際に使用しているのは賢者のみとなっており、賢者は出力高め、攻撃へと転じるため、基本的には術式反転をメインに使用しています。術式反転では重力場を発生させ、相手に重力を直接かけるという攻撃を繰り出していたり、相手の攻撃を叩き落としたりしています。では賢者はなぜ順天では心もとないと感じていたアンチグラビティシステムをゲトウの肉体を手に入れた後も所持し続けていたのか。ズバリ五条対策だったのではないかと考察します。というのも五条が扱う無加減の泡は引力となっており、術式順天の反重力を使えば操作できる可能性がある。実際に賢者は究極の引力ともいえるつくものブラックホールをアンチグラビティシステムを使って生き延びていましたよね。また赤に対しては術式反転の重力を使えば触れることなく対応も可能。よって概念的な仮想の質量を扱う五条に対し、対策できるのが重力だったと判断し、持ち越していたのではないかと考察します。使い手は歌姫。歌姫の術式は223まで明かされたそろそろキンクです。名前の由来は中森明菜さんのキンクという歌の中のそろそろキンクというフレーズだと思われます。そして渋谷事変で西宮桃が歌姫先生の準備ができるまで時間を稼ぐと言っていた通り、歌姫の術式はとても戦闘中に使えるものではありません。というのもその術式は樹脂、松陰、舞、楽の全てを省略することなく、儀式として行うことで 120% の効果を発揮するものだった。そして肝心の効果でいうと、術式範囲にいる歌姫本人を含む任意の術式
師の呪力総量出力を一時的に増幅させるというもの。ここからはですね、術式範囲が一体どの程度であり、術式効果がどの程度であり、また何人までの術式が対象にできるのか、このあたりの情報が判明していませんが、五条が宿儺との戦いに負けた後も歌姫の姿は見えないので、再び歌姫のバフが行われるタイミングは来ると思われます。使い手は全員マイトをよろず。構築術式とは呪力を使って物質をゼロから構築する術式です。作中では銃の弾を全部使ったと思わせておいて、構築術式で弾を作り敵の不意をつくという戦法を見せました。また構築術式で作ったものは術式を解除しても消えることはないというのもポイントです。ただし弱点もあり、マイの場合は領域展開と同じく膨大な呪力を消費するため、1日に1発の弾丸を作るのが限界。しかし何かを創作するという非常に個性的な術式。一方で1000年前の術師よろずが扱う構築術式は、高専強度校の全員前と同じ術式ですが、そのレベルは2滴なるもの。特殊な授業の月よろず本人が認識できる物質はほぼ全て再現可能。さらに呪力効率が悪いとされている構築術式の弱点も、昆虫のエネルギー効率と呪力操作によって体積を変化させる液体金属を駆使克服。ではなぜ前とよろずの術式は同じ構築術式なのか。結論から言うと、2人の間に血縁関係があるからではないと考察します。というのも御三家の一つである全家は血筋を非常に大事にしています。術式は一家の血統によって受け継がれていく場合が多いとされており、よってですね、全員家の血を引く前に構築術式が刻まれている時点で、よろずとの間に血縁関係が実はあると考えても不思議ではありません。全員家の主流は平安時代の呪詛師よろずにあり、全家は呪詛師から成り上がった家柄だったのではないでしょうか。使い手は星キララ。そんなキララの術式はラブランデブ、南十字座を構成する5つの星の星マークと星の名前を対象の呪力に割り振りマーキングします。星をマーキングされた対象が他の星に近づくには決められた順序に従わないと近づけません。その順序はですね、イマイ、アクルクス、ニモザ、ギナン、ガクルクスの順です。例えばイマイをマーキングされた人はアクルクスのマークを経由しないとニモザ、ギナン、ガクルクスに到達できません。同じ星をつけられた対象同士は引き合い、呪力出力が高い方の対象に引き寄せられます。その性質を使い、星をマーキングした術師と同じ星を物体にマーキングすることで、その物体を術師にぶつけて攻撃することも可能。また248話では星とウユイが火車の元に駆けつけ、火車を一瞬にして回収し、その場から姿を消しました。一瞬にして現れ姿を消したのはウユイの転送の術式効果によるものであると思われますが、2人はどのようにして火車の肉体を回収したのか。ズバリ星キララのラブランデブーデを使ったと考察します。というのもラブランデブーは同じマーキング同士を引き寄せるという効果があるので、キララと光線術師に同じマーキングをしていればピンチに陥った時でも宿儺に近づくことなく味方を自身の近くに引き寄せることが可能。よってこれからも傷を負った際の救援部隊としてウユイと星キララの活躍が描かれると考察します。使い手は無駄好奇士と矢賀正道。傀儡操術は傀儡、つまり操り人形を操作することができる術式です。また無駄好奇士の場合はその効果範囲は天陽呪縛の影響もあり日本全島に及びます。加えて真人戦では複数のメカ丸を一度に操作したり、メカ丸に自ら登場して操縦するというような使い方も可能。そんなメカ丸の技はソードオプションという近距離中距離系の技から、ビジョンビオラというですね遠距離系の技まで登場しており、全ての射程範囲を網羅的にカバーできる非常に汎用性の高いものです。また傀儡といえば東京校学長の矢賀正道も傀儡を使いますよね。しかし矢賀はですね、傀儡呪術学の第一人者であり、メカ丸の傀儡操術とは似て非なるもの。無駄好奇士は傀儡を自分で操る一方で、矢賀の傀儡呪術学はパンダのように自分で考え行動できる呪骸を作ることを目的としているので、両者は大きく違っているということです。またそんな矢賀が生み出した呪骸の中でも注目すべきは完全自立型呪骸。作中ではパンダの他にタケルなど多くの完全自立型呪骸が描かれていますが、その後あれらの呪骸がどうなったかは描かれていませんよね。では矢賀も死亡した今、残された完全自立型呪骸という伏線が回収されるとするとどんな展開になるのか。ズバリ最終決戦で呪骸軍団が登場し、各コロニーの呪霊の討伐に当たると考察します。というのもパンダを見ていても明らかな通り、完全自立型呪骸には3つの魂があり、3つともかなり力のある魂でした。そして実際に矢賀が呪術界から脅威判定されていたのは呪骸による軍隊を作ることが可能だったから。よって残りの完全自立型呪骸の伏線が回収されるとすれば、光線側の軍隊として登場すると考察します。
使い手は吉野純平。クラゲ型の式神折月を召喚し自在に刺激するという術式効果で、折月の攻撃には毒が含まれています。基本的な攻撃方法としては触手による拘束や相手に直接触れることへの毒攻撃となり、毒の種類や強さ、そして式神のサイズなどは自由に調整可能。そんな吉野純平の式神折月ですが、どうしてクラゲ姿となったのか。ズバリ純平の母親吉野凪、学校なんて小さな水槽に過ぎないという言葉が影響したのではないかと考察します。この言葉は吉野純平が学校に行かないでいることに対し凪が放った言葉で、海だって他の水槽だってある、月に選びなと吉野に伝えています。純平はこの言葉に強く影響され、式神もクラゲという海の生物になったのではないでしょうか。使い手は西宮桃。その名前の由来になっているのはもちろんつくも神。そもそもつくも神とは長い年月を得た道具などに神や精霊などが宿ったものです。道具は100年という年月が経過すると精霊を得て変化することができると言われており、変化したものがつくも神というわけなんです。つまり西宮のつくも操術は長く使っている道具の魂を自在に操るという能力ではないかと思います。西宮にとって長く使っているものがたまたま宝器だったので、現状は宝器を操る術式となっています。また西宮のつくも操術を使った宝器をメインで使うスタイルは、その外観からも魔女の宅急便に登場する先輩魔女ではないかと考えられています。実際に姉妹校交流戦では後輩術師である釘崎からは降りてこいよクソ魔女と言われていますし、髪型も非常に似ている。魔女の宅急便の先輩魔女をモチーフに作られた可能性は非常に高いと思います。使い手はエソートケチズ。浴びると激痛を伴いですね、腐食する有毒の血液を操作、対象の血液を触媒として物質を分解溶かしてしまうという術式効果です。赤血素術ではないものの、カモや腸素のように血を操る術式なので、もしかしたらカモ血相伝の術式の一つ。そんな腐食乱腐術ですが、イタドリがすでに使えるようになっている可能性が示唆されています。違う、兄弟たちのこといい、お前の中で生きられるのならそれで。220話でのイタドリと腸素の会話から察するに、術光線で保管された残りの受胎育想像はすでに板取りに刻まれていると考えるのがですね、自然ですよね。理由はもちろん少なく失ったことによる呪力のカバーでしょう。そしてですね、板取りが取り込んだのはおそらく作中に登場しなかった脳卵巣、小巣、胆巣、酸巣、骨巣、小巣となります。ちなみにこの6体についてテレビ番組万堂小林で秋山先生はこう語っています。受胎育想図の3体は母親が元気な頃に生まれたから生きてました。でも残り6体は元より死んでいるようなものなので出す予定はありません。ただの呪力を持った亡きがらとかしてますから。ここで注目したいのはもちろん呪力を持った亡骸であるという点です。術式に関してはたとえ死体であっても肉体に刻まれているもの、これは賢者か下等の肉体を乗っ取ったことですでに証明されてますよね。実際のところインタビュー内で秋山先生は残り6体に術式が刻まれているかどうかについて言及してませんでした。しかし長宗、衛宗、血通が全員術式を有していたことから、死体とは残りの兄弟たちも術式を持っていた可能性は十分考えられます。そしてですね、受胎育想図は特級呪物であることが作中で明言されている。つまり虎取りが取り込めば解説したプロセスに当てはめれば、受胎育想図の残りの6体の術式も刻まれることになります。使い手は浅賀次郎。強い攻撃は弱い攻撃になり、逆に弱い攻撃は強い攻撃になるというあべこべな術式。ただあべこべにできるものも上限と下限があるのが特徴。例えば下限があるので空気抵抗などの弱い力をあべこべにして大ダメージを受けることはありません。逆に五条悟の規格外の攻撃も上限値を超えているのであべこべにして弱くすることもできません。よってあべこべを攻略する方法は上限値を超える攻撃をする、あべこべ発動中に弱い力で攻撃するのどちらかです。術式発動者からしたら上限値を超える攻撃は仕方ないにしても、術式発動中にあえて弱い攻撃をされることはそうそうありません。つまり術式がバレなければ相当強い。しかし一体複数などの様々な強度の攻撃を受ける場合には弱い攻撃も混ざる可能性があるので不利になりやすいんです。また阿波坂のキャラデザインは上から見ると怒って見え、下から見ると笑って見えるという逆さ絵をモチーフに作られていると言われています。このことからも阿波坂が扱う術式効果自体も攻撃の威力が逆転するという逆さ絵をモチーフに作られた能力なのではないかと考えられます。使い手は全員奥義。その術式効果は日本刀の刀身から火炎を放ち炎にまとわせる術式、また折れた刀身を炎で補うことも可能。最大火力は骨も残さず焼き尽くすことが可能です。また勝尾の9は勝尾の9という4文字熟語がモチーフになっていると思われ、勝尾の9は眉を焦がすほど火が身近に迫っているという意味です。奥義は勝尾の9を発動後薪によって殺されているので、奥義の身に危険が迫っていることを暗喩する意味でも奥義の扱う術式名が勝尾の9と名付けられた可能性が高いです。
使い手はレジースター。そんな再結晶はレシートや領収書を媒介とし、購入した内容を再現操作する術式です。具現化した物質は式紙として使用できるため、ある程度の命令を発動させることは可能。またレシートに刻まれたマッサージなどのサービスを再現し、回復を行うことも可能で、その用途は汎用的なもの。そんな再結晶の弱点としては、レシートを破壊されれば効果は途切れたり、水に濡れても使えなくなるというものがあります。また再結晶の名前の由来は非常にシンプルで、それぞれの漢字を分解すると再び契約を具現化するという意味に分けることができることから、術式効果をそのまま術式名称に当てはめたと思われます。使い手はハゼノキより。そんなハゼノキの術式は、体の一部を爆弾に変える術式で、作中では自らの眼球や歯を相手に向かって投げつけ戦闘をしています。そんな術式を持っているからこそ、当然ハゼノキは反転術式が使えます。また五条と宿儺の戦い直後、ハゼノキは賢者と戦闘していますが、賢者はハゼノキが反転術式を使っていることを把握しているものの、あまり強い興味を示していませんでした。つまり賢者にとってもハゼノキの術式はさほど興味ないものだった。またハゼノキは死滅回遊というゲームの中でも序盤に登場した人物ですが、先生が尊敬しているですね、ハンターハンターでもブリードアイランドというゲームの中に、ギンスルという触れたものを爆弾に変える能力を扱うキャラが登場しています。よってハゼノキの術式のモデルはやはりギンスルなのではないでしょうか。使い手はニッタ新た。ニッタの術式は名称こそ未判明ですが、その効果はしっかり描かれています。術式効果は手で触れた箇所をその状態のまま止める能力で、渋谷事変では真人との戦闘で虎杖が負った傷の状態を止めたり、真人の術式によって左目が吹き飛んだ釘崎の死亡したての状態を止めています。また248話では火車がういういと星によってどこかへと避難させられていたため、避難場所にはニッタがいて瀕死の状態に肯定、家入りが治療するという可能性もあるのではないでしょうか。使い手は放送ババア。放送ババアの術式効果は、猟奇展開が攻撃の基本となっているもので、術式対象を棺桶に閉じ込め、墓石で枚数をスリーカウントすることで、おそらくは天然痘にかけ殺害するというものです。また史実によると、この放送ババアは宮城県にて放送、つまり天然痘を流行させ、感染し病死した人の墓を荒らし食べたとされています。特定疾病事例だ。術式開示の観点から、おそらくこの情報に嘘はない。スリーカウント以内に棺桶から脱出できなければ、私はその病にかかり死ぬ。そして命名が推測していた通り、放送ババアの術式効果は領域展開が攻撃の基本となっているもので、術式対象を棺桶に閉じ込め、墓石で枚数をスリーカウントすることで、おそらくは天然痘にかけ殺害するというもの。まさに史実に基づいたものです。加えて賢者が作り出した宿儺の器虎杖がですね、高専入学前に生活していたのは宮城県で、史実の放送ババアが確認されたのも宮城県。賢者と宮城県という地域のつながりからも、賢者が放送ババアを手に入れたのは宮城県であると考察できます。さらに先ほど放送ババアの術式効果でも見た通り、この術式はですね、領域展開が基本となっているもの。これまで描かれた特級呪霊はですね、自然系呪霊の上後や花見、呪霊操術に取り込まれていた化身玉物前、アジアの神の呪いとされている巨大な像などですね、様々な種類が確認されていますが、その中でも術式の発動イコール領域展開という呪霊はですね、今回の放送ババアのみ。以上のことからも、賢者は呪霊の中でも希少な術式効果を持つ放送ババアに興味を持ったのではないかと考察します。使用者はハサバミミコ。ミミコの術式の名称は未判明ですが、効果としては縄で相手の首をくくりつるして攻撃するという非常にシンプルなもの。またミミコの出身は小さな集落で、どちらかというとかなり田舎出身。よって縄を使った呪術というどこか古さを感じるものが与えられているのではないかと考察します。使い手はハサバナナコ。姉妹のミミコと同じく、その術式名称は未判明ですが、効果はスマートフォンのカメラの被写体に何らかの影響を及ぼすもの。また作中では自分とミミコの写真を撮ることで、上後の攻撃から身を守っていることからも、上後レベルの攻撃をしのげる防御にも転用可能。またナナコはミミコと同じく集落出身ですが、クレープや竹下通りに興味が強く、その思考は非常に近代的で、ミミコとは対照的。よって術式もミミコと対照的な近代的なスマートフォンを使ったものになったのではないかと考察します。使い手はシゲモハルタ。そんなシゲモの術式は奇跡を貯める術式です。本編での説明によると、日常の小さな奇跡を記憶から抹消して蓄え、蓄えられた奇跡は自身の命に代わる場面で放出され、危機を回避することができるというかなり特殊なものであり、奇跡の鷹は目元の模様で認識できるものの、シゲモ自身はですね、その性質を自覚していないという欠点を持ちます。使いようによっては遥か格上の術師をも倒し得る術式。しかしですね、彼の術式にはデメリットも存在しています。それが日常
上で発生した奇跡を茂茂の記憶から消去するという点です。最近の呪術廻戦でいうところの縛りとも捉えられます。これは茂茂が奇跡を貯めるための方法として解説されていますが、茂茂本人からすれば日常において幸せだと感じるような些細な出来事が全く感じられないという状況に陥ります。言い換えれば茂茂は日常において自分が幸福だと感じることは全くなく、命の危機で生き延びた時には初めて自分は幸運だと感じられるということが言えます。また生き延びた、やっぱ俺は運がいい。茂茂が死亡した第119話では、スクナに見逃されたと思った瞬間の茂茂が思わず笑みをこぼしたシーンの後、このようなモノローグが描写されていました。そしてこの後も茂茂はこれまでにないほどの笑顔を浮かべて生き延びたと言いながら死にました。このように茂茂にとって生き延びたというのは自分が幸福だと実感できる唯一の状況だった。そしてこの命の危機でないと幸福を実感できないという奇跡を貯める術式の影響があったから、茂茂はあえて自分や他人の命が危険にさらされる自尊心になったと思われます。使い手はガグガンジーを忍べ。効果は自らの肉体そのものをアンプに見立て、エレキギターで奏でた旋律を増幅、重力として打ち出すものになっています。また新宿決戦では五条の挙式紫の出力を高めるためのガクとして一役買っていました。名前にもガクが入っているので術式も楽器にしたかったのではないでしょうか。加えて星屋の割に使用する軸がギターという近代的なものであるのは、最終的に五条の助けをすることの示唆ではないかと考察します。使い手は全員人一。術式の名称は未判明ですが、呪力でいくつもの巨大な拳を具現化させ攻撃する術式です。それぞれの巨大拳には本体の腕の動きに合わせて動作しており、上空からの剣打は屋敷を跡形もなく破壊するほどの威力と攻撃範囲。この能力はハンターハンターに登場する念の拳を遠距離の相手に飛ばすレオリオやネテロ会長の念能力が元ネタになっていると考察します。使い手は全員長次郎。術式名は未判明ですが、地面や壁から岩石の腕を出現させ操作する術式です。相手を掴んで握りつぶしたりする他にも、自身や仲間の足場にすることも可能。加えてこの術式を応用し建造物を作ることも可能だと考えられます。巨大な岩を発現させ操ったり建物を建てたりしていることからも、一部の読者からはこの術式効果は鋼の錬金術師のオマージュだと言われています。使い手は全員ランタ。術式名称は未判明ですが、術式効果はですね、巨大な眼球を具現化させ視界内の対象を停止させるというものです。拘束できる時間は対象が持つ力によって変動するとされています。そしてランタは嫌われているはずの当時のことも当時さんと呼ぶほどで、物事をですね俯瞰的に見えている性格だからこそ、目に関する術式を持ち失明するという最後になったのではないかと考察します。使い手はクロール氏。そんなクロール氏の術式効果は G に関するものとなっています。 G を放つ能力。第174話で大量の G を一般市民に放ったように、クロール氏は呪力を帯びた無数の肉食の G を式神のように操ることができます。次は土中禅城。土中禅城は暗いという呪文とともに権限させた2体の式神のようなもの。土中禅城自体は攻撃能力は大したことはないんですけども、倒した時に飛び散る体液を浴びると視界を奪われるという能力が厄介だからこそ、クロール氏の呪文は暗いだったんだと思われます。最後に乱小刀。乱小刀は生と死の交雑する魔剣と注目されてたんですけども、その能力の実態は G を生みつける能力。第175話でクロール氏は乱小刀の刃を変形させると、なんと乙骨の肉体に卵を産みつけています。その後卵が復活するように G が生まれて乙骨の肉体を食いちぎる。怖すぎる能力。そして実は乱小刀の乱小刀は G の卵を意味する乱小という意味、つまり生と死が交雑するというのは、クロール氏に切られる相手は卵を産みつけられて死亡する、そして死体から G が生まれるという意味だったんです。またクロール氏のモチーフは文字通りゴキブリの呪霊のため、ゴキブリを操れる術式となっていますが、同じく昆虫の呪いである郊外には術式が刻まれず、クロール氏に刻まれたのはそれぞれの虫に対する恐怖レベルの差が重要となっていたのではないでしょうか。使い手は大ナマズ。使用されたのは渋谷地にて、イタドリが賢者に近づこうとした瞬間で、賢者が呪霊操術にて使っていた呪霊の術式効果です。効果は相手を穴に落ちるような感覚に錯覚させながら転倒させるもの。術式効果はその昔、自身は地中にいる大ナマズによって引き起こされると考えられていたことがモチーフになったと考察します。使い手は幅と羽生。術式効果としては自身の髪を飛行可能な乗り物のパーツに変化させるものとなっており、羽生はジェットエンジンと翼、幅はヘリコプターのようなプロペラを形成し、いずれも移動や攻撃に使っていました。しかし戦闘能力もそこまで高くなく、術式の能力もですね秀でているものとは言えないので、死滅回遊に参加した虎杖に瞬殺されています。
使い手はレミ。術式の名称は未判明ですが、効果はサソリの尻尾のような形に結んだ髪を操って一つ攻撃を行うというもの。レミはレジというボスを守ったり、サソリを彷彿とさせる髪型と術式から、元ネタはエジプト神話に登場するセルケトだと思われます。実際にセルケトは頭上にサソリのですね、表彰を載せた女性で、王の守護者とも言われているんです。使い手はハリチズル。名称は不明ですが、効果は指先を鋭利な鍵爪に変え攻撃するものとなっています。この術式の元ネタはハンターハンターのウゴーギによって殺された人物が使っていた能力と似ているので、そこがモチーフになっているのではないでしょうか。使い手は石氷流。石氷は基本的に呪力の放出をする戦闘スタイルで、この放出が術式なのかは明確になっていません。石氷が繰り出すのはグラニテブラストというですね、頭から出す呪力の砲撃をですね、砲撃手段とし、ウロを吹き飛ばすほどの強力な砲撃となっています。また追尾可能なものからフレアのようなものまで、砲撃のバリエーションも多く存在。加えてこのグラニテブラストはただの呪力操作によっても発動可能であり、本来術式が使用不可になる領域展開後にも石氷はですね、グラニテブラストを発動していました。また現代になってからは口癖のようにスイートと言ったり、英語を頻繁に使用していました。しかしこれは受肉の素体となった人物の影響である可能性が高く、技名のグラニテブラスコもその影響を受けてカタカナになっている可能性が高い。よって石氷の技名は現代と過去では違っていた可能性があります。使い手はドルブラクダワラ。自立型の2種の式神を生成、その軌跡を自らの領域とするものです。術式に関する説明が難しく、ドルブの戦闘は明確に描かれていないので確かなことは明言できませんが、ドルブの術式をコピーしたお骨とウロの戦いでその描写が少し描かれています。お骨が生成した式神が通った軌跡を触れることで、ウロの体に切り傷のようなものが入っています。つまり式神の通り道全てが攻撃範囲になっていると思われ、大きな2体の式神を操っていたドルブはかなりの攻撃範囲と威力を持っていた。使い手はウロタココ。空間を面として捉え、布のように掴んだり引っ張ったりすることで自在に操作。相手の空間ごと面を叩くことで大ダメージを与える薄ラビという強力な攻撃を繰り広げたり、飛行防御投下という風に非常に汎用性の高い術式となっています。またお骨は少な戦でもこの薄ラビを多用、呪いの王に対しても不意をつける非常に強力な術式だったことが分かっています。使い手は死滅回遊のプレイヤーシャルル・ベルナール。そんなシャルルの術式は未来を見通せる術式。その手順はというと、対象者にダメージを与えて対象の血液に触れることで G 線上に血液という名前のインクが溜まります。そして G 線上から数コマ先の漫画のコマをですね、対象者に付着させるんです。そうすることで対象者の1秒先の未来を見ることができるようになるという能力。さらに戦闘が続き G 線上にインクが溜まるほどに、より先の未来まで見通すことができるとのことです。そしてシャルルは第182話で術式を開示しているので、術式を開示することで効果がアップされる、もしくは術式の発動条件の縛りとして術式の開示がある感じでしょうか。ちなみに第182話でシャルルは一度ハカリ禁止にダメージを与えて、実戦場がハカリの血液に触れてインクが溜まったら1秒未来視でき、シャルルが2度ダメージを与えて、実戦場がハカリの血液に触れた時には2秒先まで未来視できていました。以上よりですね、未来視できる時間については、実戦場が対象の血液に触れるたびに1秒ずつ延長すると思われます。ちなみにモチーフとなっているのはおそらく G ペンとG 線上のアリア。 G ペンとはですね、漫画やイラストをアナログで描く代表的なペンのことで、太めで躍動感のある絵を描きたい時などに利用されます。今でこそ漫画の線入れもデジタルで行う人が多くなってるんですが、漫画用の G ペンは根強い人気を未だ誇っています。ただし術式や塾が G ペンだとしたらちょっとカッコつかないかもしれませんし、名称的に直接すぎるので、シャルル・ベルナールの術式は G ペンととある有名な楽曲を掛け合わせているのではないかと思われます。それが G 線上のアリア。あのバッハが生み出した曲なので、皆さん一度は聞いたことあるんじゃないかなと思います。G 線上のアリアとはかの有名な音楽家バッハが作曲した管弦楽組曲第3番二長調の第2曲アリアをですね、ドイツのバイオリニストであるアウグスト・ウィルヘルミが編曲したものです。もともとバッハが生きていた時にはアリアは何の評判にもならなかったんです。がしかしバッハが亡くなってから100年ほど経過した1871年にウィルヘルミがバッハのアリアをバイオリンの G 線だけで弾けるように編曲して広まり、世界中に知られるようになりました。よってシャルルの G 線上は形や外見などは G ペンをモチーフとし、そこに名称として G 線上のアリアを用いているのではないかと考察します。そして名称や外見のモチーフは分かったところで、能力のモチーフは何なのか、結論から言うとヘブンズドア。ヘブンズドアによって心の扉は開かれる。ヘブンズドアはジョジョ4部に登場する岸辺露伴のスタンド。効果は対象の人間を本にしてしまうというもの。本にされた人間はですね、実際の書籍のように読むことができ、読むことでその人物の過去や能力を読み解くことができます。そして G 線上とヘブンズドアに共通するのが、対象を漫画にしてしまい
い対象者の情報を確認できるという効果。ただし微妙に違いもあって、ヘブンズドアが漫画を通して過去を見ることができるのに対して、 G 戦場は漫画のコマを通して未来を見ることができます。このように若干の違いはあれど、 G 戦場は岸辺露伴のヘブンズドアに非常に似た能力になっているんです。ただし G 戦場には大きな弱点もある。それが視認の必要性。あくまでも数秒先のコマを対象者に付着する効果なので、シャルルが未来を確認するためにはハカリ禁止を見なければなりません。となるとシャルルの視界からハカリが消えたり、視覚から攻撃すれば大きな脅威にはならないんです。さらに原作で登場した呪詛式としては、8巻に登場した呪詛師が使用する札から式神を召喚し操る呪詛式、同じく8巻に登場した呪詛師が使う術者と同様の分身体を作る呪詛式、そして小説版では2巻に登場した呪詛師が使う皮膚を硬化させて防御力を上げる呪詛式や、ゲーム版ではゲームのプレイヤーが使うファントムパレードというですね、呪力から読み取った記憶で再現した呪詛師や呪霊を使う呪詛式、有機械とか使うある一定の結界の中にいる呪詛師にバフを与えるという効果を持つ呪術、林道先が使用するダメージを食らえば食らうほど次の一発の威力が上がるというですね、最下天寿などが登場します。今後も最終決戦が進むにつれ、未登場の呪術効果や新たな技が描かれるのではないでしょうか。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。